するしない？じゃあ、まーちゃんのそういう成績とか物事に対して左右されないじゃないですか。最近悲しかったこととか辛かったことってあります？あるかな悲しかったこと、逆はある？すごい面白かった、楽しかったこととか嬉しかったこととか、生きていく上での必要な感情。いや、必要ではない必要だよ必要ではないけど。じゃあ待って、あのさ、ジブリ作品とかどんな感情で見るの？ジブリ作品は別になんとなく見ることはあるけど。映画とか見ます？映画ってほとんど見たことなくて。そうですよね、うん、ドラマは？ドラマはあの定期的に同じ曜日に同じ時間とかにテレビを見ないんで。はぁ、あ、見ないですね、うん、たまたまついてるけど、これなんだろう、何のドラマだろう、この人誰だろう。じゃテレビは何を見てるの？家にあるテレビは 何のために何をつけてるの？ニュース？なんかニュースは結構流れてる。流れてる？あの家帰ってとりあえずテレビとパソコンをつけるんです。あ、寂しいから、うん、寂しいからかわかんないけど音が鳴るものをつけるみたいな、うん、で、なんとなくニュースが流れてきている。ニュースは見てるんですか？なんとなく入ってはない。うん、いや、まあちょっとは入ってくることもあるけども、あとはまあ朝もね、目覚ましがテレビなんですね。あの勝手につくようになってるんですか？テレビがその、すごい、明日何時に起きようで、テレビと携帯でアラームをセットするんで、おはようみたいな感じで来るってことですか？あのニュース番組とか始まるってこと？まあ起きるのだいたい昼なんだけど昼なの？うん、だからね、あのワイドショーとかの内容が結構入ってきてテレビのあれで起きてる人って私初めて見たんですけど、人生で。携帯とテレビと両方、うん、うん、まあ携帯のアラームはあるけど、うん、お昼に起きてそこから何するんですか？いや、夕方に仕事に行ったりとか。休みだったら？休みだったらそのまま布団の上でなんとなく流れてるテレビを見ながら。郷さんの家ってどういう間取りなんですか？間取りはね、3部屋あるんだけど。広っ！待って、何体で生きてんの？何体の郷さんで生きてんの、その家あれでしょ？ロボットだから何体か予備電源とかいろいろあるんですよね、郷さんだから。まあ、だいたい荷物置き場になってます。何が荷物ではそんなにあるんですか？なんかそんなに物持つイメージないんですけど。いや、なんか本とかが増えてってね。あ、本読むんだ。いや、あの近代麻雀とか。あ、もう麻雀あ、もうだいたい麻雀麻雀以外の郷さんの期待全然開かないじゃん。あの96年、あと昔あった月刊プロ麻雀っていう。存じる、存じてる、うん。で、95年ぐらいから2010年ぐらいまでの毎月のが全部あったりとかね、うんうんうん、歴史的書物、うん、あとは潰れた雀荘からもらってきた麻雀本がダーンっていっぱいあったりとかね。麻雀以外の本一個も出てこなかったんだ。麻雀以外のものは何かあったかな。漫画は？漫画は麻雀雀荘からもらってきたものだ。読まんの？うん、違う次なんだ何雑誌とか新しいものなんて知らない。何にもない、知らない、知らない、何もないです、ね、知らない。家の中は基本的に、じゃあそういう昔の書物、麻雀の昔の書物、うん、と、布団と、家電と、うん、あとは何があるんですか？3部屋もあったら。3部屋って相当広いですよ。もう全く活用してないですね。うん、書籍なしで誰か住んでるとかあるんですか？いや、ないですね。ないのだいたいそのうちの一部屋の中で生活してるんで。いらねえじゃん、二部屋、うん、気づいた？してたえ、その3部屋の中あるけど1部屋と、じゃあ行くのは何、お風呂場とかトイレぐらいですか？うん、キッチン基本行かないですもんね。うん、で、はい、お布団でゴロゴロします。ご飯はどうするの？買いに行くんですか？ご飯は買いに行くことが多いですね。その時にはもう基本的に甘いもの買ってきて。まあそうですね甘いものだけではないんですけど、まあ食べて、その間は何をしてるんですか？テレビ見るんですか？あんま見てないですもんね、だって。いや、でもテレビは結構見てる、うん、
入ってこないだけで一応見てるみたいな感じですか、うん、あの夕方流れてるなんか昔の再放送のドラマとかあ、再放送のドラマとか見たりするんですか。夕方3時4時ぐらい、だいたいそれなんで。私も見てます、うんうん、あの刑事ドラマとかだと1話で完結するから、そうあの知らな見やすいですよね。知らなくても大丈夫ってね、大体、うん、誰か死ぬんですよね、うん、そう、うん、あ、そういうの見るんだ、うん、え、今まで見たその何でもいい作品の中でお気に入りとかあります？気に入りなんか好きな、よく映画とか聞かれたりしません？ドラマ、うん、どんなの好きですか？あんまり知らないですね。え、見てても全然入ってない、うん、いや、入ってるけど入ってるけど、そんな好きじゃない、別にそういう感情がない。うん、あとそのドラマのタイトル知らなかったりとかね、うん、え、答えたくなかったらいいんですけど、うん、そのテンションとノリで彼女がいらっしゃった時とかに相手に、好きとかどうやって伝えるんですか？好きとか言うんですか？言わないっすね。聞かれたら答えます？好きですか？好きですみたいな。はいはい。あ、そういうタイプなんだ。なんか呆れてる。いやいや、すごいなと思って。いや、ゴーさんとお付き合いする人結構大変そうだなと思って。手間はかかんないかもしれないけど、面白くもないかもしれない。今んとこ超面白いですけどね、人間が。やべえ面白いですけどね。それで一日終わっちゃうんですか？お休みの過ごし方合ってます？それで。お休みの過ごし方はね、で、なんか溜まったパソコン作業とかをちょこちょこっとやって。お仕事ね。うん。終わった一日今。終わった。何時に寝るんですか、それで。3時とか。え、結構起きてる。なぜか起きてるんでね。なんか起きるのも寝るのも遅いんですよ。うん。どんな人がタイプとかはあるんですか？いや、特にないっすね。苦手なタイプの人とかいます？逆に。得意なの、得意なの、そんな。苦手な人いません？大丈夫？そういうの大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あの、仲いい。仲いいですもんね。うん、性格だったら今までどんな元カノがいたのかすげえ気になるんですけど、私もう変な人ばっかりだね。例えばどんな人？もうほんと学生の頃でも構いません、もうほんと昔の。でもエピソードを言えないぐらい変な人ですね。もうちょっとやばい感じ、ピーってなるぐらい。ピーっていうのばっかりですね。そういう人たちとはどこで出会うんですか？職場とかですか？職場とか、なんだろうな。答えなきゃまずいかな。いや、そんなまずい出会い方はしてないです。でもそんなにさ、うん、思いを伝えないタイプの人がさ、どうやって付き合えるんですか？向こうからいいよって来てくれるってことですか？持ててた口だ。いや、そうでもない。あ、違うんですか？なんとなく。こっちから行くことあるんですか？なんとなく。あるよ、これ。行くことある。こうさんから歩み寄ることあるんですね。結婚願望とかは？結婚願望はないっすね。みんな大変そうだからね、結婚してる人ね。なんか周りの最近いっぱいそういう風の中でも、子供欲しい願望とかないんですか？子供はいらないかな。ちっちゃいゴーさん。ゴーさんって人生自体もデジタルなんですか？そう考えると。ちょっとデジタルの意味がよくわかりません。ちょっと私もあの用語よくわかんないけど。でもデジタルってことを使わないようにしてるのにね、なんかデジタルなんですかってよく聞かれるのよね。うざい？あの、オカルトは言いません。以上です。神社行く？行きません。はい。占いは信じない。占いはしません、うん、あとは。でもなんかよくその内面よくわかんないけど、なんか LINE スタンプすごい可愛いっていう噂を聞いたんですよ。どんなの使ってるんですか？あれはあの、冷たさを隠すべく可愛いものいっぱい。例えばどんな動物キャラクター使ってるんですか？よく使うやつ。何使ってたかな。猫とかですか？猫とかハムスターとか。え、自分がちょっとなんか感情が足りないのを LINE スタンプで補ってるんですか？そう可愛い。ウケるな。え、それもじゃあ後でどんなの使ってるか教えてください。
じゃあいっぱい嫌がらせのように送っておきます、うん、そしてそしてカラオケが得意なんですよね、ゴーさんといえば。カラオケね、なんで得意になっちゃったんですかね。え、若かりし頃からカラオケによく行ってたとかではないですか。30ぐらいから行ってた気がする。結構最近のぶりですね、うん、10年ちょっとだ、うん、そっからカラオケあんなうまいんですか。徐々に声は高くなってきました、来た気がしてね。普通あんまり出なくなるんですけど、ね、ここ10年ぐらいね、声は高くなってきてて、声ってなかなか高くならないんですけどね。出し方を覚えてきたんじゃないですか、ね、そういうこと、うん、歌手じゃん。一番得意なあの歌ってどれですか、今自分が自信のある。一番得意なの、今んとこ番組で歌ったのはオフコースとか徳永英明とかですね。徳永がいいんだよね、郷さんのね。小田和正さんもいいよね、郷、うん、さんの。でね、私的に徳永さんと小田さんはあの結構なんだ、曲調もそうですけど詩とかも染みるんですよ、私にとっては。おでも郷さんってなんかそんな感情なかったくせにすっげー染みますよね、歌うと。でも歌詞全然覚えてないんだよ、ね、なんでだよ。わ、そういう人いるよね、ほんといる。なんか、いや、大事なの曲調だからみたいな言う人もいるし、歌詞見ないで歌ってみようみたいのやってみてね、全然ダメなのね。ちょっとやっぱり分かり合えなかった気がするし。ね、あったの何？あ、ソースグちゃんと上下上下合わせるぐらいですか。それぐらいかな。曲を聴いてて、なぜかその有線とかでもね、なんか2つのパートがあるときは両方音が入ってくるんですよ。もうロボットじゃん。なんか違う、すごいよ、かっこいいよ。でも歌詞は覚えない。音程のが先に来るってことですか、うん、この人変わってるよ。え、でもすごい才能ですね、それ。うん、不思議ですね。いや、私の方が不思議ですけどね。じゃあ最近はよくカラオケ行ってるんですか。まあまあ行きますね。ちょっと今度動画撮らせてもらおう、カラオケの。歌はいいでしょ、撮っても。あの、アップしないでくれ。SNS とかでアップしなきゃいいですか、うん、じゃあ私の勝手に携帯に保存しますね。それだったら OK、はい、もう23年プロとして活動してて、うん、今後の目標とかあります。今後ね、いや最近ようやくちょっといい世界になってきたとか、いい世界ってほどではないですけど、郷さんだけじゃなく、こう麻雀界全体がようやく麻雀プロっていうものが世間に認知されつつあると思ってるんで、まあこれを加速する手伝いができればいいなとは思ってるんですけど、なんて言ったらいいのかな。とりあえず今与えられた対局とか喋るとかの仕事をもうしっかりやって、もう麻雀プロをもっと認めてもらうように活動はしていきたいですね、うん、じゃあ今できてる活動をしっかりやってさらに増やしていきたい、いけば自然と認知度も上がっていきますもんね、郷さんだけじゃなく、プロが、麻雀界が。例えばその、まあ、細かいことで言ったら、視聴者に見やすいように手配を並べるとか。そうですよね、ソースの上下も変えてましたもんね。まあ卵巣の上下は変えなくてもいいような気はするんだけど、発想もね、うん、でもその辺、そんな細かいところからとにかくその少しでも対局料をいただいて麻雀を見せる、もしくは麻雀の解説をするとかは、もうできる限りのことはやりたいですね、うん、お仕事に対して熱いんですね、そこは。そうなんですかね。え、そうでしょ。当たり前じゃないのかな。当たり前ですか。当たり前ですか。そうではありません、そうではありませんね。当たり前じゃないけど、それを自然とできてるってことですよね、郷、うん、さんは。そんな郷さんが思う麻雀プロってどんなですか。何ですか、麻雀プロとはって言われたら何て答えます。まあ、やっぱその麻雀というゲームというか競技の専門家であるべきなので、麻雀に関することなら何でもできる、何でもできるのかな、何でもできるというか、まあ知らないことはあってはいけないと思うし、刺さる。人前で打つことに関しても嫌がってはいけないし、うんうん、
やっぱ人前で麻雀を打ってその内容とかで評価してもらうべきだと思うんでね、やっぱりまずは打ち手としての専門家であることと、まあ、その他に知識、あの麻雀にまつわる知識の専門家であることですよね。なんて言ったらいいのかな、うん、専門家だけじゃちょっと分かりづらいか、分かりやすいんですけど、うん、まだ欲しいですか。いや私は全然今のですごい分かりやすかったです。そんな感じですかね、うんうん。え、じゃあ若手のプロとかこれからこう麻雀界で頑張りたいって思ってくれてる方たちに対してはどんなアドバイスします？もしこうやって何か物申す立場にあったら、まあ、麻雀に関しては妥協しないでもうあらゆることを極めてほしいですね。あの点数計算苦手だとか画面待ちが分かりませんとか言わないでガチのダメダメみたいなんで聞いてこそういうことだぞ。あれさっき現物で論した人がいましたね、本当放送対局でね、はい、美味しいって言ってた、うん、で逆に負けてもあのこういうものが麻雀ですっていうのを勝っても負けても見せられるような存在になってほしいですよね。きっと郷さんがこの後いろいろさらに輝いた時にこれがリピートされていくわけですね。まずいっすね編集よろしくお願いします。じゃがりこがうまく使われてることになろうこうさん、そろそろバイバイの時間が近づいちゃって。はい、ようやく。ようやくって何ようやくは揉めるよこれこうさん、はい、私こうさんと出会ってこんなに喋ったの初めてぐらいですよね。あの2人でこうやって、うん、ね、他の人がいてとかならまだあれですけど、こうさんのイメージはなんか一緒に同卓した時に700,1300の支払い方気をつけようっていうふうに思いました。おいいことですね。郷さんはどうですか、私とこうやって喋って喋ってでも大体知ってたんで、はい、ありがとうございました、はい、知ってる通りでさあ郷さん、今回もプレゼントがあるということで何ですか。はい、なんとこんなの持ってきましたお赤いよ、レッド、はい、すごい来ちゃったみたいなこれあれですね、噂の私が4ラスを引いた時に適当に作った顔文字がまさかの大流行してしまいましてT シャツにまでなってしまいました。なかなかさ、こんなに4ラスアピールしてくる人いないよこれを1名だよね、視聴者の方1名様に差し上げます。これしかも郷さんが今からサイン書きます。サイン入り、一回こうやって抱きしめてもらっていいですか、 T シャツ番組上でこれ来たら郷さんに抱きしめられてるのと一緒ですね。いやいやいや、私の汗ついたら呼ばれちゃうんでさあ、これのゲットの仕方はチャンネル登録をしてコメント欄にこの赤い T シャツが欲しいと熱く語る、もしくは Twitter をフォローしてこの応募用のツイートをリツイートする、この2パターンです。絶対欲しい人は両方やってください。さあ、郷さん今日はありがとうございました。ありがとうございましたさあ、というわけで小林ゴープロでした。郷さんまた来てね。はい、機会があれば来ます。バイバーイ。はい、さよなら。